野球ってとても残酷です。残酷なんですね。東北大会行って第3シードになっても、でもそんなの関係ないから、初戦ってとても難しいんだよね。まあ悔しいけど、シード校ってこういう感じに挑んでこられるわけだな。東北大会も含めね、みんなよくやったと思うよ。特に控えに回った3年生ね、最後よくチームをサポートしてくれてとても感謝してるし、ね、東北大会に出てね、で花巻東に勝ったりもしたけど、決して天狗にならずに足元見て、ね、で夏通用する力つけようってやってきたと思うし、だから下向くなよ。何も恥ずかしくないから、お前たちがやってきた取り組みでどこも恥ずべきことはないんだよ。ただ力及ばなかったってそれだけだ。ミスなく春予選も県大会も戦い抜いてシード権を勝ち取ったわけだけど、最後はミスで負けたんだ。それを1、2年生は忘れんな。3年生が野球ってこんなに恐ろしいんだ、残酷なんだ。ミスがどれだけ試合の勝敗に大きく関わるかって残してってくれたんだ。それを忘れんな、1年生は。いいか、はい、はい、3年生は去年の先輩たちの思いも含めてよくつないできたと思うよ。ここまで気持ちを、よく成長したっちゃね。だから嬉しい。初戦で負けだけで嬉しい。悔しいけど嬉しい。本当に嬉しい。頑張った姿を見れたから嬉しいです。泣いてほしくないけどね。ありがとうな、ボードさん。以上、ありがとうございました。ありがとうございました。